はい、はい、今日の検証は何ですか。割れた陶器を、元通りにする方法ですね。今日はなんとここに100均の小さな陶器がありますけれども、はい、これをどうするんですか。一回割るんですか。そう、これまず割らなきゃいけないですね。なるほど、どうやって割ったらいいんですかね、はい、なんか硬い部分にぶつければいいじゃないですかね。なるほど、なるほど、じゃあこれ綺麗に割れたんじゃないですか。なんかチップしたけど今、まあ、おっぱなまじゃないですか。ああ、素晴らしい、すごい、めっちゃ綺麗。ダン、めっちゃ綺麗じゃないですか。これを直すわけですよ。ちょっとまあ、シュちゃん待ってください。こういうのはもうシェフのね、僕に任せてくれたらいいわけですから。おぉ全然シェフ関係ない。いや、もう大丈夫です、任せてください。当時はですね、なんと牛乳で直せるっていう噂を検証してみたいと思います。はい、綺麗にですね、こんな感じで陶器つなぎ合わされました。まずここに牛乳入れます。ここにこれ入れるわけです。スポンで、若干温めるみたいですね。2日らしいです。え、2日沸騰させるんですか。いや、沸騰を2日させたらさすがに僕も温めちゃう。温めたお湯に1回置いといて2日間ちょっと置いとくって感じ。火曜日ですから、木曜日まで置いておかなきゃダメですよね。木曜日まで、これこの状態だったらまず牛乳腐るけど、まあ、多分冷たいとダメだと思うんで、この中にある、まあ、とある成分がですね、はい、効いてくるので、その成分さんにあとは仕事しといてもらうということでいきましょうか。了解です。はい、では2日後、楽しみにしていてください。一体どうなってるのかということです。はい、2日経ちましたけれども、はい、一瞬でしたね、2日間。そうですね、本当一瞬ですね。めちゃくちゃ忙しかったですよ。生中継、生放送もあったりとか。いやもうね、逆にこの2日間の間でも粉々になってんちゃうかなと。よいしょ、はい、うおー、まあ、大丈夫これ。これはいっちゃいます。いきます、森田。あーうわー、割れたまんまやで、ほら。あ、全然ですね。え、でもこれ、もともともう一個なかった。いや、もう割れました。あれあれあれ、あ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 はい、ということでですね、牛乳で陶器を浮かするのかという検証してみましたが、はい、しませんということで、しません。振るわけないね。そうですね。ただ、その牛乳がチーズになるっていうことだけはよくわかりました。大宮駅って、ネットで調べた情報、これは嘘でしたということですね。信用できないですね。ほんまにね、でも動画とかあるみたいだけどな。でも、それがほんまじゃないって言ったら、なんでもええわけじゃないかも。牛乳を取りそう。またなんかそれ第2回やってみたいと思います。どうもありがとうございました。